はい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 。阿部監督に大城さん苦言を呈されてたけど、あれ大丈夫かほんまに。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日の試合で、まあ、大城選手がですね、ファーストの守備で、少しちょっとミスが、まあ、何個かね、でありまして、で、その後の打席で、まあ、ちょっとね、見逃し三振をしてきて、で、それに対して、阿部監督がちょっと怒ったという件について、僕なりの見解をお話していきたいなというふうに思ってます。もしかしたらね、知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと詳しくね、まずその経緯をね、説明しますと、まず、まあ、大城さんね、最近ファーストをやってますと、まあ、キャッチャーもやりながらファーストやってますと。で、まあ、慣れないポジションっていうのはね、もうみんな分かってるし、まあ、それを承知の上でね、まあ、起用してるっていうのはあると思うんですが、まあ、昨日、まあ、何個かあったんですね。3つぐらいちょっと怪しいのがあって、まあ、その、1個、まあ、ショートバウンドの送球取れなかったりとか、で、2つ目にこう、あれですよね。何でしたっけ、自分のボールのやつを行かなかったりとか。で、3つ目もちょっとこう、ショートバウンド取れなかったみたいな感じで、ちょっと3つぐらいちょっとなんか細かいミスがあったみたいな感じ。で、まあ2つ目のその自分の打球なのに取りに行かなかったっていうのは結構、大きかったんちゃうかなと思ってて、結構結局ピンチ広げられて、まあ菅野さんが踏ん張ってくれたんで、まあ0点にね、その回収まったんですけど、まあ、その菅野さんもマウンド上で、おい、お前のボールやろみたいな、お前行けよみたいな感じで言ってたりとか、結構、まあ、そういったところで、まあ、足を引っ張ってるという言い方はあれですけども、少しね、ちょっと昨日ミスがあったんですね。で、阿部監督の、その試合後のコメントで、まあ、そもそも、その守備でのミスは、使ってるこっち、首脳陣が使ってるから、もうそれは、もう仕方ないというか、俺は別に気にしてないみたいな、もうそれは僕が悪いですって言ってて、じゃなくて、その後の打席に自分が取り返そうと思って、こう、バットをバーンってこう、振ったりとか、そういう、まあ、アグレッシブな姿勢というかね、取り返してやろうみたいな、気持ちが見えないみたいな、だから精神力が弱いよみたいなことを、まあ、おっしゃってるんですね。で、まあ、それに関して僕の意見なんですけども、まあ、結論から言うと、まあ、それは、まあ、大城さんが、まあ、悪いというか、別にね、エラーとかはね、もう仕方ないと思うんですよ。まあ、やりたいと思ってやってるわけじゃないし、ね、そんなん取ろうと思ってやってるわけですから、そんなことは当たり前なわけで、まあ、仕方ないところはありますと。ただ、その僕が思うのは、そのミスを、まあ、少ししてしまって、その自分のボールを、まあ、取りに行かなかったというかね、自分の範囲のボールを取りに行かなかったという、その守備面での消極的なプレーもちょっと僕からしたらちょっとこうあれだったんじゃないか、良くなかったんじゃないかなと思ってて、まあ、結局、そのボールをね、吉川選手に任して、吉川選手が回り込んで、ね、取ってくれましたけども、結局ファーストがそれセーフになってるんでね。だから、まあ、やっぱりエラーは、まあ、怖いし、失敗怖いし、正直ね、この時期だし、競ってるしね、自分がいかんより、自分が行くより、まあ、直樹に任せてた方がっていうところはあったと思うんですけども、でもやっぱりそこは、やっぱり行かないといけないと思うし、やっぱプロである以上ね、まあ、慣れない守備とはいえ、やっぱファーストで出てるわけですから、そこは、守備面でもアグレッシブに行ってもらいたかったなっていうのが本音なんですよね。で、その中で、まあ、阿部監督が、まあ、まあ、守備はもう目つぶると僕らが悪いと。で、まあ、2割5分から6分ぐらいで、ホームラン3本しか打ってないから、結局、打つって言われてても、みたいな感じでね、言ってたんですよ。まあ、結構怒ってる感じでね、言ってたんですけど、まあ、それに関しても、まあ、まあ、大城さん FA がどうやらとか、まあ、いろいろ、まあ、シーズン中なんで、あんまり僕も言わないですけども、まあ、いろいろあったりしますと。で、もし本当にファーストでやっていくというか、やっていくんだったら、まあ、すごく厳しい数字だと思いますし、まあ、キャッチャーというところで、去年とかね、2割8分弱ぐらい打ったのかな、2割8分ぐらい打ってたのかな、でっていうところで、まあ、打てるキャッチャーっていう風な形になってましたけども、今年はそのあんまり調子が良くなくて、まあ、その2軍行ったりとかいろいろありました。でも、まあ、ちょっとね、まあ、上がってきたっていうのはありますけども、でもそれでもね、まあ、今2割6分とかなんで、そういったところで、まあ、阿部監督の
気持ちというかね、そういったところで言うと、そんな岸田と変わらないやないかと、打率もそんな変わらないやから、だったらその将来性であったりとか守備、ね、ディフェンスが、あるね、あるというか、まあ、現状では分からないですけども、まあ、育てていきたいとか、まあ、若さがあるんで、そういったところで、まあ、岸田を使っていきたいという意向は僕はあったんじゃないかなと思うんですね。その中でまあネット上なんかの声でいろいろその大城をもっと使えよみたいな、結局大城をファーストで使ってるから良くないんちゃうみたいなことを言ってる人がまあいるんですね。で、まあ実際その思考っていうのは、その考えっていうのは分かります。はい。でやっぱ慣れないポジションやからエラーもするやろって、 だったらもっとキャッチャーで使ったらいいじゃないかっていうのがあると思うんですけども、やはり今現状最近ね、まあ最近というかまあずっと前からですけども、もうある程度ね、ピッチャーによってね、もうキャッチャーを固定させてるっていうところがあって、まあ菅野さんの時はまあ誠司さんだし、山崎、伊織、グリフィンのか、とかの時はもう岸田っていうほぼ固定してるし、で、戸郷と井上の時はまあ大城さんみたいな感じで、まあもうピッチャーによって変えてるっていうところがあるんで、まあそういったところで、まあ、ピッチャーの相性を見てなのか、ピッチャーのタイプ、まあその阪神も村上投手とかの時はコントロールのいいピッチャーの時は坂本捕手が行って、それ以外のピッチャーの時は梅野捕手が行ってみたいなことを去年やってましたけども、まあそういったところで、まあキャッチャー出身の監督ですから、まあそういった意図であったりとかね、岸田選手の将来性とかねっていうのを勝って多分起用してるんじゃないかなと思うんですね。だから浅野選手の起用とかもそうですけども、まあこの優勝争いしてる時にですね、そのスタメンにそのなんていう今後まあ投資をするというかね、うん、将来、この選手がみたいなところをね、使っている球団ってすごいなって僕はシンプルに思うし、それは普通にね、今年優勝するだけのが目標であればね、それはね、多分浅野選手よりもっと経験があって、成績出すかもしれないようなね選手は、僕はいると思うんですけどね、そこをもう浅野選手を、ね、我慢してね、守備固めで変えなかったりとかしてるわけじゃないですか。っていうところで、まあ、キャッチャーというポジションでもですね、まあ、その岸田選手、まあ、確かに最近率が落ちてきたりとか、まあ、多少ねこう、まあ、パスボールじゃないけども、まあ、取れそうなワンバンをね後ろに反らしたりとか最近ありましたけども、でもそれでもね使い続けるっていうのは、まあ、浅野選手はまあすごく若いですけども、まあ、岸田選手も、まあ、そのこんだけキャッチャーで出始めて、まあ、1年目というところで、まあ、まあそういった意味では同じ1年目ではあるので、未来の投資というかね、そういったところに、まあ安倍監督ですか、かけてるんじゃないかなと思います。で、まあ、成績なんかを見てても、まあ、大城さんがやっぱり2割6分3ホームラン25打点 OPS が697で、岸田選手に関しては2割3分5厘、4ホームラン、20打点 OPS607 というところで、まあ、成績だけ見たらね、成績だけ見たらそんなに変わらない、まあ、率はねちょっと変わるなって感じはあるんですけど、 OPS とか見ても、まあまあまあ、めちゃくちゃ大きくは変わらないっていうのがあるんで、だったら岸田将来性も、まあ、若いし、まあ、1年目だし、そのキャッチャー出始めで、ね、1年目だしっていうところで、まあ、キャッチャー出身の、まあ、安倍監督が、ね、見込んで出してるわけですから、それは、ね、僕以上にもちろん、ね、分かってらっしゃいますし、当たり前ですけどもね、分かってらっしゃいますし、僕もね、もともと岸田の能力はいいって、ずっと僕はいうふうに思ってましたから、ずっとね、これはもう YouTube やる前からね、やる以前からもうそれはずっと思ってたわけですから、そういったところでキャッチャーが分かる人が見たらそういうふうに感じるんだろうというふうに思うし、大城さんの場合はもっと、やっぱ打っていかないと厳しいっていうことだと僕は思うし、うん、まあ今優勝ね争いしてて、まあ、すごく厳しい時期ではありますけども、まあ、多分この安倍監督のインタビューなんかを聞いてると、ネット上で言われてるね、その大城さんをもっとこうキャッチャーでスタメン使ったらいいじゃんっていう意見は多分、賛同というかね、しないと思うし、多分そのもう大城はキャッチャーで出ないときはもう、まあ、ファーストで出なければもう代打で、やるっていう、代打で行くっていうところだと僕は思うので、である意味、まあ、相手チームからしても代打に大城さんがいる方が、結構ね、まあ、ホワイトボードにね、名前があるだけでもね、大城まだ控えてんねやっていうところにありますから、無言のプレッシャーじゃないですけど、まあ、そういったところもあるんで、今更ね、山崎伊織とかグリフィンの時に、まあ、その大城さんを使ったりとか、今までのパターンを崩すっ
っていうところは僕はないんじゃないかなというふうに思うし、まあこれだけね苦言言われましたけども、まあ阿部監督のまあ今までのまあその起用法とかこういうメディアを使ってこうまあ選手に対してこう言ったりとかするときって、だいたい次の試合まあ普通に使ったりとか、あ奮起してみろみたいな感じでね、ちょっとお前気合い入れてみろみたいな、気合い入れてもう一回やってみやみたいな感じのまあ男気というか、まあそういうあの起用法とかって結構あったり、わざと打たれたピッチャーをね、その打たれたバッターにもう一回ぶつけてみたりとか、そういったこともありますから、まあそれは僕がやってた時、まあ一緒に二軍監督と僕が選手でやってた時も、そういった起用っていうのは好きだったというか、うん、もう一回リベンジしてこいみたいな、もう行ってこいみたいな感じの、まあ起用法はね、前々からあったわけですから、そういうふうにね、メディアを通して言ったですけども、その次の日ですか、あ今日ですか、多分おそらくファーストで僕スタメンで、使う可能性というのは全然あるんじゃないかなっていうふうに思いますし、あのそこでね、燃えない、わけにはいかないと思うので、大城さんもね、まあ守備でのねファーストでのまあエラーとかはね多少みんな目つぶってるし分かってるんで、そんなにもうその慣れないポジションで練習からねめちゃくちゃこう頑張ってるっていうのは分かってますから、そこはバッティングで取り返していったりとか、あのミスを恐れずにね守備面でもアグレッシブにやっていくっていうところが大事なんじゃないかなって思いますし、それがねきっとねチームもいい方向に向かっていく一つのねきっかけになっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね大城さんがまあバカ切れされた、バカ切れっていう言い方あれですけど、まあ怒られたというかね苦言を呈されたことについてお話していきました。まあ僕の結論もう一回言うと、まあその今更こうキャッチャー大城をまあ増やすってことは多分阿部監督はしないなって、僕が監督でも多分しないなっていうふうに思うので、まあそういったところでまあしっかり頑張っていこうぜっていうところですね。うん、バッティング取り返していったらいいよって、切り替えのスポーツだよって、いうところを伝えたいんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね、今日の試合ですか、ぜひね、アグレッシブにもうブンブンで、行ってほしい、ブンブン丸で行ってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人、500人違うよ。5万人をね、マジで目指してますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、まあ余談になりますけども、まあ、ヒゲが来てないというふうに言われてますけども、一応ね、これまだ手入れ、ちょっとはしてるつもりではありますし、まあ、僕、あまりにも童顔でね、こっちでヒゲをはじめ、こう、剃ってた時に全部、ツルツルにしてた時に、お前16歳かって、コンビニとかでもなんかそうって言われたり、若く見られすぎたりするんで、だからちょっとこうね、髭を生やし始めたっていうのがあるんで、まあ日本に帰ったらね、もう一回剃りたいと思うんで、まあそんな感じで、覚えておいてください。まあどんな、何の話題やねんって話ですけどね。はい。はい、そんな感じでね、今日も、まあ巨人戦、しっかりね、応援していきたいと思いますし、試合解説の方もね、できるだけ早く出したいと思ってるんですけども、こっちね、僕も毎朝4時に起きてこれなんですよ。4時15分とかにアラームして かけてそれでこれなんで、ちょっとね、ご了承できるだけね、11時までには出したいなって、日本時間の夜の23時までには出したいなと思ってるんですけど、まあちょっとね、いろいろあったりして遅くなったりするんで本当申し訳ないんですけど、ぜひね、懲りずにね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルを見ていただければね、嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。